参議院の選挙制度を議論する専門委員会、選挙区を都道府県単位とすることをめ、り、各党が意見を交わし、悪に、不公平感があり、都道府県単位とすべき。という意見の一方、都道府県単位で、一票の格差を是正するのは難しいと、意見も出されました。この中で、タミは、去年の参議院選挙で導入された、合区は、一部のあがただけが対象で不公平があり、選挙区は都道府県単位とすべきと主張しました。またタミスス党は、が中に入り、都道府県単位が望ましい。した上で、一票の格差を是正するため、複数の候補者に投票できる、連期制や、選挙区の定員を奇数とし、改選ごとに定めが異なることも検討すべきだと提案しま。た、一方、公明党、共産党、日本維の社民党は、都道府県単位の選挙を、模したまま、一票の格差を是正する、は、C などとして、都道府県単位に、らわるべきではないという考えを示しまった。このほか、希望の党は、一票の、差、是正するためには、悪はやむを、な、と述べました。専門委員会は、あと、選挙区と比例代表を、見合わせたの制度を前提にした具体な格差是正策、他、公明党と共産党なが主張している。